佐藤飛鳥ミニラジオネクストトゥモロー。皆さんツイッターから飛んできてくれてありがとうございます。第32回ネクストトゥモローです。はい、皆さんね、本当に寒くなってきましたね。ね、東京、まあ日曜日行くんですけど、何度ぐらいなんですかね。ちょっとそこをリポとかで聞きたいんですけど、なんかどういう服装、秋服でいいのかな、あのなんていうの、ライダースとか着ていけば大丈夫なのかなと思いながらそわそわしてますけど、など10月27日、 IVE GROOVE FEST 2019に出演させていただきます。結構ね、曲数もIVEに所属してから初めてなんじゃないかっていうぐらい多い曲数なので、皆さんもすごい楽しみに楽しまして、私も楽しむ、そしてみんなで楽しもうって、そういうイベントですけども、よかったらぜひね、あの足を運んでいただきたいし、とても私もワクワクしています。そんな感じで今週もネクストトゥモロースタート。 IVE 楽曲リクエストコーナー。今週はですね、など10月19日にリリースした、レイナちゃんのセカンド EP ノイズからこの1曲を持ってきました。それでは聴いてください。レイナちゃんでメティス。お聴きいただいている曲はレイナセカンド EP 1曲目よりメティスです。はい、黄色いジャケットがね、おしゃれだなって私思うんですけど、皆様まだお手に取ってない人もちろんいると思うんですけど、これを聴いてね、お手に取ってもらえればなと思います。レイナちゃんはやっぱり声がいいですね。なんかボーイッシュな、なんていうの、一回聞いたらちょっと忘れないなっていう声をしてますよね。すごい惹かれるなと思いました。私大好き。このセカンド EP はですね、1,2,3,4 4曲、そして初回限定版には1曲ついてきております。1曲目はね、 CG ミックスさんの楽曲ですよ、こちらの流れてる楽曲。そして2曲目は高須さんの楽曲、そして
3曲目はナミさんの楽曲、そして4曲目はですね、なんと作詞作曲レイナちゃんがやってます。もちろん編曲は高瀬さんですけども、すごくないですか、自分の曲入ってます。そしてね、初回限定版はナミさんの書き下ろしの楽曲、こちらもね、レイナちゃんだとなかなか歌わないような楽曲が入ってますので、ぜひとも、聴いてもらえたら嬉しいです。まだお手に取ってない方はね、ヤフーショップ、そして札幌では音楽どころさんで手に入るので、よかったらお買い求めください。はい、それではレイナでメティスでした。あなたはどっち？血液型選択。はい、新コーナーなんですけども、あなたはどっちっていうことでね、ツイッターのアンケートを使って、まあ、お話ししていこうかなと思います。先日実は血液型アンケートっていうのを取りました。皆さん何型ですかと、ね、エピソードも募集したんですけどね、私はちなみに B 型って言われる A 型です。ただ最近は言われないかな、最近3年ぐらいまでは B 型って言われてました。なんだね、意外にね考えてるんだよって思いますけどね。いや、 B 型が考えてないわけじゃないけど、ということでアンケート取ったんですけども、なんと201票をねいただきました。そしてね、結果が A 型 36%、 B 型 19%、 O 型 28%、 AB 型17% ですね。私 B 型って意外に多いと思ってたんですけど、少ないですね。 O 型、私周り O 型多いんですよね。あ、でも意外に B 型が少なくてびっくりしました。私のフォロワーさんは基本 A 型か O 型なのかな分かんないですけどね。そんな中で、まあ、リプもいただいたんですけど、リプは、なんかあれですね、 A 型男子、計画性があるが変なところで几帳面で融通が効かない、基本おとなしく我慢強いが一旦嫌いになった人はとことん嫌い、本心を見せることをためらいがちなんですけども、なんかこういうリポもいただいて、 A 型ね、男子の特徴らしいです。でも私もね、確かに計画性はあるけど変なとこね融通効かないっていうのはよく言われますね。器用貧乏とかも言われますね、結構ね。 あとね、我慢強いけど確かに嫌いになった人は、あ、無理ってなる時も多いです。でもこれ結構さ、なんか人間誰しもそうかな、まあ、我慢、ある程度我慢はできる。あの、私一発見て、あ、この人も本当無理ってなることないんですよ。なのでこう積もりに積もって、あってなる時はやっぱりありますね。まあ、あんまりね、もう私ぐらいの、私なんかね、人をね、もうね、うわ嫌いって思うことなくなりましたねないです、正直。嫌いな人いないんじゃないかなと思いますね。他にもね、母子手帳で A 型になっていて、30代の時に血液検査しに行ったら AB 型って言われた人もいますね。すごいよね。なんか分かった、それ検査してないの、途中で、ね、血液型変わっちゃう人もいるらしいんですよ。だからね、わかんないですよね。で、ちょっといろいろ調べてみます。血液型って調べたら、あなたの血液型がね、かかりやすい病気っていうのがあるんですよ。血液型によってかかりやすい病気があるらしいんですよね。で、A 型はね、胃がんのリスクが約 1.2 倍高いね、最も低い O 型と比較してですね、すごいよね。スウェーデンの人がね、調べてるらしいです。唾液洗顔とかもね、ありますね。あとね、 B 型は、膵臓がんのリスクが約 1.7 倍高い、最も低い O 型と比較してって書いてますね。あれ、全部比較的 O 型と比較してる。あ、そう、まあ、B 型さんはですね、あれですね、空腔がんですかね、かね、リスクがあるみたいですね。 1.49 倍ですね。 AB 型めちゃくちゃ多いですよ。
脳卒中のリスクが 1.83 倍、血管の詰まりのリスクが 2.24 高い、そして認知症のリスクが 1.82 倍ですね。そして O 型がですね、腸系の病気が多いですね。胃がんと腸のがんが多いらしい。第二指腸がんが多いらしいですね。ただこれ O 型と比べてなんです。比較的 O 型って病気にかかりづらいのかもしれないですね。スウェーデンの、カロリンスカ大学の調べでした。はい、かかりづらいね。でも AB 型の人危険ですよ。血液もあまりない中で病気にかかりやすい、なんて生きにくいはい、そんな血液型調べでした。皆さんアンケート答えてくれた方ありがとうございます。以上、あなたはどっちのコーナーでした。佐藤飛鳥楽曲今週のオンエアは10月8日に行われた、札幌ファクトリーでのフロントベアさんとのライブ、そちらのカバー音源を今週は紹介いたします。こちらはですね、中島美嘉さんの名曲でございます。それでは早速聴いてください。佐藤飛鳥で雪の花。はい、今お聞きになってもらってる楽曲は、中島美嘉さんのカバーで佐藤飛鳥雪の花です。実はですね、この曲2番の A メロ B メロちょっとブレブレしてるんですけど、実は歌詞が心に染みてしまって歓喜を待って泣きそうになりました。恥ずかしいんですけどね、ちょっとプルプルプルってなって、はい、涙がこぼれそうになったのを必死に違うことを考えて押さえつけたですよねなんとこのファクトリーライブなんですけど、結構いろんな人がね、火曜日なんですけど見てくれてて、実はその中でも修学旅行で札幌に来ていた人がいたんですよ。それでわざわざツイッターの方にメッセージが来てですね、とても綺麗な歌声でしたっていうメッセージが届いたんですよ。私も感動して、そんな修学旅行ってすごい貴重なものだし、人生の中でやっぱり頭に残るじゃないですか。そんな中で私の歌を聞いてわざわざツイッターで検索してくれて
なおかつメッセージを送ってくれるっていうのがすごい素敵だなと思って、まあ今聞いてるかわからないんですけども、ね、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。なんかそう言ってくれる人をね、もっとね増やせたらいいなと思ってます。はい、本当にありがとうございます。そんな中で10月27日、モグラ秋葉原の方でアイブ、グルーヴフェス2019に出演させていただきます。佐藤明日香、5月以来の出演なんですけども、まあ、とても緊張しているけどワクワクしております。私が歌う EP、 ファースト EP だけじゃなくてカバーもちょくちょく歌わせてもらうので、ぜひともお楽しみにしててくれると嬉しいです。以上、佐藤明日香でした。また来週も聞いてくださいね。 See you next tomorrow。 またね。